こんにちは、塩田正弘です。今日は、塩田五郎の合気道で、基本動作っていうのが6つあるんですよね。で、今私の道場の初心者が、まあ、すごい多いわけですけども、塩田合気道も、まあ、できてね、4年目、5年目ですか、4年目になります。なんで藤井さんの方が詳しいのかって5年目くらいですから、まあ、あの黒帯の人よりも今、ね、動画を見ていただいて来ていただいてる新しい方の人も多いんで、一番最初にやることですね、道場に入って一番最初にやること、基本動作6つあります。そのうちの1つを今日は解説していきたいと思います。響きの要請2というものです。響きの要請っていうのは、ひっていうのは肘のね、昔の旧字体なんですよ。昔の字で肘っていう意味なんですよね。なので肘の力を要請するわけですよ。肘です。そう、肘なんですよ、はい、でも今ひたすらね、うちは1、2とかやってるけどもなんで要請されるかとか、やっぱり考えないで、いやとりあえずあのキープしろって、まあ私の場合はね、ずっと言われてきて、おっすおっすって言って1、2ってもうね、ここでね、ずっとキープしてね、あ今何時だろうっていうのをね経験してきてるわけですけども、だからちょっとまあ感覚で、まあ、ひたすらやってきた感覚で言うことも多いと思いますけども、今新しい方にもこう説明してきて、まあ、どこをよく間違えるのかとか、まあ、あの学ばせていただいてるので、まあ、そういうところも説明できたらなと思います。響きの要請2のを行いますね。響きの要請に良い後ろ向いて一歩前進をします。この時、あ、まあ、そうですね。こういう姿勢ですね。で、重心を右から左、右から左、右から左、右から左ですね。こういう動きになります。重心を、強い姿勢で移動するのが、このやり方ですね。で、はい。ね、稽古中に説明するとね、30分以上説明しちゃうから、この響きの要請2だけでも要点しか言わないですし、まあ新しい人にはここまでしか言わないっていうのは僕の中ではあるんですけども、まあこれは解説動画なので、まあ自宅でも練習できるように、まあ見ながら勉強できるようにちょっと全て説明していきたいと思います。まずこれまだ持っていただいた方がいいですね。まず足から説明しますね。足なんですけども、まあ、最初はね、まあ、重心っていうのは足の裏の中でも重心っていうのはいろいろ変化できるわけですよね。で、最初はまあいろんなところをやって回る人が多いんですけども、合気道はつま先で回ります。つま先を軸にして回る、こうですね。なかなか難しいですね。なので、まあ、ここの皮がすごい厚くなるわけですけども、技を決めるときはつま先を、技を決めるときも響きの要請にやるときも、つま先を軸に回れるようにしましょう。で、膝ですね、重心の移動なので、よく新しい人はこうやってね、まあ、一見大変そうな風に見えるけども、重心をね、まあ、真ん中から真ん中に移動してるわけですよ。これだとね、相手を動かせないんで、しっかり重心を肩側に乗せる。目安としてはつま先よりも前に膝を出します。こういう姿勢、こっからこうね、これ左に移動した時もつま先よりも前に膝が出てるわけですよ。こうね、こっち左出てるのにこっちは右は楽しちゃってるみたいなことはなくて、もうこっちもこうこうですね、ですね。まあ最初軸がね、頭からお尻までの軸がぶれちゃうと思いますけども、ここはね、鍛錬でぶれないようにしていってください。で、膝ですよね。次腰ですね。大抵こういってここはね、浮き上がってこう沈むっていう人がいるんですけども、新しい人の場合、ずっと低いままですね、目線の高さを変えないで移動する。いっぱい練習してきましたからね。最初からこうできなくてもいいですけどもね、徐々に一つを意識して、別のところを意識して、別のところを意識するとまた一つのことが、できなくなってくる。でもそれを繰り返して、いずれは
全部集中できるようにしていく。で、次は手ですね。手は、右手は胸の高さ、左手はもう体のラインに沿って、構えの姿勢をとりますね。で、常に体の前を通って振りかぶる。で、切り下ろしをしてこうですね。だからこう外れることはないようにしてください。意識してください。で、相手に持たれても動かせるようなね、強い指先は張りましょう。最初僕手こうなってますけども、指先こんな感じでいいですね。ちょっと剣を持ったイメージでこうなっちゃいますけども、これでいいですね。はい。で、この時にはおでこの高さと、まあ陣中ですね、お鼻の下あたりになってます。人差し指が剣を持っているようなイメージになるとですね。で、切り下ろしをする。で、こうね、この時も体の前ですね、こうなってる、まあこうなることはあんまないけど、こうなったりしないことですね。相手がいてもこう、はいですね。まあ首はもちろん立てて、目線は同じ高さですね。まあさっきの腰の話、ここでも浮き上がらないように、まあ、目線の高さがこんぐらいこういうわけですよ。で、できるといいですね。はい。苦労になってもこの技、まあ慣れるっていうか、疲れますよ、ずっと。技をかけるときはこんな聞くしなくても聞きますけども、でも、やっぱり誰が相手でもぶれないような姿勢っていうのは作っていってください。で、相対、相手がいたときのやり方を説明します。で、キリキの要請。そうですね。相手は左半にちょっと斜めの方向から持ってます。それを、こう。で、こうですね。まずは、ちょっと普通に行いましょう。振りかぶって、切り下ろす。あれ、俺さっき逆やった？逆。あ、さっきと逆になっちゃいましたね。で、まあ、こういう感じですよね。で、一旦、じゃあ、ここでちょっと強く持ってみましょうか。まあ、こうですよね。大抵、ここで止められて、まあ、ここで止めることなんてないんですけども、手から切り下ろそうとしてる人は、こう、浮き上がっちゃうんですよ。ここが強くて、相手のここが強くて。浮き上がっちゃいますよね。で、なので、ここの肩とか、肘のあたりをですね、先に下ろしてあげる、こう。ね、これぶつかんないでしょ。ぶつかりませんよ。こうやったらぶつかるでしょ、指からいったら、はい。だからこうやってあげる。そうすれば大丈夫。で、ここで固定してみましょうか。はい。で、ここが難しいですね。大抵、体と手がバラバラだからこうなっちゃいますけども、一瞬になればこう持っていけるわけですよ。これは、振って持ってってるわけじゃないですね。ただ姿勢を整えてる。まあ、統一体になるんですよ。全部が一体になってる。力強い人でも同じですよ。こうやって持っていかない。ここに力働いてるじゃないですか。まあ道着だと見えないけどね、こうなるんですね。まあこれはわかりません。わかりません。ねえ、なんでしょう、もうこの形強いなって分かるようになる時がなる時が来ますね。うん、まあ、自分の手を持っていくんです。自分の体に寄せてくるはしますか？そういうことでもないですよね。自分のこの手を寄せようとしてるわけじゃないですね。そうなんです。で、こうですよね。で、この時よくあるのが、ここがね、決まってなくて、ここで抑えられちゃうんですよ。だからここはね、まあ、止まるとはあんま良くないですけどね、指先とか別のところが動きますから、姿勢を整えると、もうここで崩れましたから、こう上がるわけですよね。だからこう止まってこうやってうんっていうのはここ働いちゃいますから、こうなった時に姿勢をこう整える、こう崩れてますからこう移動できるわけですね。はい、うん、まあ難しいですね。うん、姿勢を整えるっていうのは、はい、だってもうこっち向いてる姿勢になってんじゃないですか。でさらに、あ、なってなかったんです。あ、そういうこと、そういうこと。こっちに向いてる姿勢になってないから、あ、そうだ、向かれたっていう統一体になってるんですよ、ここは。あ、向かなきゃ、よし、じゃなくて、こうね。ここの意識の問題ですか。意識持ってくるを考えないと、でも自分はこっちに向きますという、うん、意識があれば、そっちの方が強いというか、相手は、寝てもできないと一緒に来ることです。そうですね、まあ、僕の非力の要請にはの形はこう決まってるんですよ。だから相手に持たれて、強い力で持たれていようが関係なく、
まあ、こうやればそうするとなんか動いてくれるんですよね。まあこれね、まあ、確かに自分の型こうやり込んできた型っていうのがあるから、はい、まあ不思議な世界ですけども、だからね、あの響の妖精にも子供の場合はもう知ってるよって言ってあんま一生懸命やらないところがありますけども、やっぱりもう毎回ですね、うん、集中してやらないといけない、はい、ですね、集中してやります。はい、だから今持たれて、うん、あ、じゃなくてもう自分の強いね、非力の寄せ2があるからそこに、あ、腰を持っていくっていうだけなんですよね。ごめんなさい、感覚ですね。でスッとね上がるんですね、感覚、はい、感覚、はい。でもやっぱどうやってそう養っていく、その統一体、自分の手と、まあ、下半身が一緒に動くわけですよ。バラバラにならずにものを作っていくっていうのは、こういう感じじゃなくて、さっきの動画で、さっきの腕絡みの動画で説明したのと同じなんですけども、肘の出っ張り と、腰の出っ張りがバラバラになると、あ、今肩痛いな、そう、うん、ダメなんですよ、無理な力がかかりますね。すいません、いろんなとこ痛めてます。でもこう、合気道やればね、全然痛まないんですよ。合気道では痛まないんですよね。わかりました。なんかこうなってるわけじゃない、やっぱ相手強いですからね、うん、こう、そうですね、動かせました、うん、まあ最初はまあ柔らかい手ですよね。だから一回ね、相手をね、こうつま先立ちとかにすればもう簡単に動くんですよ。あと持たれた瞬間はもう簡単ですね、まあ、固定して練習すると、まあ、相当相手重いですから、そうですね、固定して練習することもするといいですね。ね、こうやって押さえられてこうじゃないわけですよ。一緒にね、こう一緒に動く、うん、こうじゃないわけですね、はい、でこれもまた指の力がこう力んでたら来ないかな、こう柔らかいわけで、肘は確かに外向いてたらいかないな、伝わんないから、こうね、こう一緒に動く感じだから、こうなってるとここに力かかっちゃうでしょ。そうです、うん、だからって言ってこう力むとこっちの力が伝わらないからね、っての、まあ、どうしてもいいけどね、こう伝える練習をするね。あ、これ画面見えないですけど、つま先ね、つま先が重要ですよ。つま先立ちにしないと、あの、伝わらないですから、できないです。はい、どうですか、はい、今まで4年やってきた非力の養成2ですけども、はい、なんか質問ございますか。こんなに説明することはあんまないですよね。というか、あの、そうですね、まあ、自分今も解決したんだけど、それ合ってるかどうかわからないけど、こっち向くときにだんだん足が一直線にならなくなってきましたんですよね。もう一つはだんだん広げちゃいました。そしたらなんか立てられない、うん、なくなっちゃいますんで、それは、うん、問題はどこですよ。それ問題ないですよ。あの、こうやってまっすぐこう乗ってて、こう、あ、墓まで見えないな、見えないけども、こうなったらずれるじゃないですか。はい、ね、こういうか、これ今一直線上にん、はい、乗ってるとして、こう移動したら、そうそうそう、まあ、ちょっともう一つの足動いてるの分かります？こういってこのまま固定されることはないですね。ちょっとなんか自分の強い姿勢の方にね、調整されるんですよ。寄せるですか？ああ、あの、意識しない、まあ、強い姿勢に寄ってくる、はい、で、だからといってこれこっちから見たらちょっとな、あの、まっすぐになってなくていいんですよ。ちょっとずれててもいいです。こう向いたらまっすぐだけども、こっち向いたらちょっとこうなってるみたいなね、斜めになってるみたいな、そんな感じでも OK です、うん、とりあえずもうここはもう強いから、強い姿勢で、はい、で、後ろになってる足は常に張った方がいいです。張ります、張ります、張らないとダメですか。言ってなかったですね、はい、もう張りますよ、もうめちゃくちゃ張りますよ。あえて力んで張ってください。あの、実際技かけるときは力まなくていいけども、もうちょっと後ろ触って見えない、あの、今この姿勢にちょっと藤井さん触ってみますか、はい、後ろの膝ですか、膝とか全部ここ、はい、
強いでしょ。私は頑張りましたよ。はい、これは子供にも乗せたことあります。子供みんなで、ね、3人4人が一緒に乗せて、いや3人4人は楽勝ですよ。僕がね150キロぐらい乗ってましたから、外人2人が乗ってたんですよ、この時。だから、まあ、そんぐらい最初は意思をね、後ろ足を張るっていう意思は持って練習した方がいい。ちょっといいですか、藤井さんやってもらって。いい気に寄せに良い、うん、ですよね。こうやって、まあちょっとね、相手の横を崩さないように、ここを持ってね、乗ってあげる。ちょっとあれ、全然楽な姿勢じゃないですか。もっとこうですね、この姿勢でこう痛めないようにね、乗ってあげるんですよ。こう頭の方にね、まあ、で後ろ足をまあ張る意識っていうのを持ってやる、はい、だからそれはもう無意識にどんどんしていく。だからもう強いです、はい、うん、で足は向き変えるときに、うん、後ろになってる足も自分の強い姿勢に寄せてくるのはポイントですね、うん、それは気をつければ解決できるですかね、うん、こうまあ、後ろ足さっき実際動いてたじゃないですか、はい、でも動かそうと思って動かしてるわけじゃなくて、自分の強い姿勢に行こうと思ったら自然と動いていく、自然と寄っていく感じなんですよね。はい、練習しながら多分、うん、分かるようになります。そうですね。でちなみに私の道場でもそのやっぱ、夜勤をしている方であったりすると特に硬いですよね。また 4,50 代の人が一番隊員さんに多い、まあ、人口ですから、なかなかね、こうまっすぐ向いてますって言ってもこう腰が抜けてるわけですよ。なので最初はね、腰をまっすぐ向ける練習っていうのを、まあ、私が押しながらやってるんですけども、3ヶ月経てば、はい、みんな良くなりますよね。変わりましたよね。いや、藤井さん大丈夫ですよ。いやいや、最初も同じことを先生やってくれた。あ、やりました、藤井さんにも。腰、ここまでで入んないで、あとここも座ってない、はい、感じがあったんで、うんうん、まあやりながら慣れるようになってきたんで、ね、変わりましたなと思います。そうですね。で今腰が入ってなくて、腰を押すと後ろ足が弱くなるんですよ。後ろ足をピンと立てるようにすると腰がまた入らなくなってしまうから、それが全部できるようになるには3ヶ月ぐらいですか。まあ、2回目の審査の時には注意しなくなってるから良くなっていってるわけですよね。だからそこでこう矯正していって、まあ、しっかり中心を、ね、向く姿勢であったり、そういったものを、これでも作っていくことができますし、まあ、手と、ね、体のがバラバラになることが多いですけども、今みたいな練習方法をして、一緒に動くような体を作っていくと、すごい合気道、あ、本当に誰でもできるんだ、力必要ないんだって思う体験ができると思います。ぜひ頑張ってみてください。はい、いいですか。はい、ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネルがいいと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。